青葉真司被告の裁判は量刑についての審理が始まっていて犠牲となった社員36人のうち20人の遺族や代理人らが意見を述べる意見陳述が行われていますきょうは入社2年目で犠牲となった女性社員の父親が出廷娘はいつも明るい笑顔で朗らかだった先立たれたことで自分の生きる意味も大きく失われてしまったと心境を述べた上で青葉被告に対し 謝罪や反省で償える犯行ではなく命をもって罪を償ってほしいと話しました一方、青葉被告側はこれまでの裁判で心身喪失を理由に無罪を主張しています